2022年度子どもたちの心を育む活動。活動テーマ、35年続く自分であることが嬉しい空間。受賞団体ハート&アート空間 BI 宮城県。ワークショップを通じ絵を描いたり作品を作るなど創造表現活動に取り組んでいます。技術の向上が目的ではなく、子どもたちの自由な発想と意思を尊重し、自分がどうしたいのかを見つけていく空間。2歳と保護者のクラス、3歳から6歳、小学生、中学生から大人までと4クラス編成。どのクラスにも障害のある子どもも一緒に学んでいます。最初は何を描くのか、どの紙を使うのか、題材、画材選びなどに悩んだり迷ったりしていた子どもたちも、その積み重ねの中ですぐに選べるように。自信をつけ、不測の事態が起こったとしても慌てずに対処、工夫ができるようになります。